はい、ではですね、今のうちにいろいろ盛り上がるクエストやっていきましょう。ご中佐のチア、チアパワーだよ。それは違う、チア。それでね、リゼ先輩が。あら、大変だったのね。二人とも、もしよかったらこれどうぞ。よし、声優はかぶってないな。これは季節のタルトと紅茶のセットです。試作品なんだけど、感想を聞かせてほしくて。ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。それじゃあゆっくり召し上がれ。なんだか得しちゃったわね。ねえチア、私今あんまり手持ちないんだけど、タルトなんていただいてお会計大丈夫かしら。試作品って言っていたし、お金は取られないわよ。ライネさんのご好意に甘えていただきましょう。それもそうね。いただきます。いただきます。うん、どうしたのよ。まさか変なものが入ってたとか。すっごくおいしいわ。え、そんなに貯めて言うほど。本当においしいの。ほら、一口食べてみて。それじゃあ私も。食材も相当いいものみたいね。なるほど。うん、見たこともない果物みたいだけど、一体何なのかしら。私も見たことも食べたこともないわ。きっとエトワリア特有の食べ物なんじゃ。はっ、はあ、がちょっと。今度は何よ。エトワリアの食材を使って和菓子を作ったら、誰も見たことないものができるんじゃないかしら。まあ、それはそうでしょうね。これはやるしかないわね。エトワリアの食材を使って究極の和菓子を作るのよ。まずはライネさんにこのタルトについて聞きに行きましょう。あ、待ちなさいよ。ことでお話が。ん？あら、タルトどうだった？とっても美味しかったです。初めて見る果物ばかりで、高級な食材だったりするんですか？え？高級どころか市場で普通に売っているものだけど。やっぱりエトワリアは私たちの知らない未知の食材にあふれてるのね。ライネさん、私エトワリアの食材で究極の和菓子を作り上げたいんです。お仕事の合間で構わないので手伝ってくれませんか？ええ、それは構わないけど、そもそも和菓子って何かしら。さあ、何でしょう。ここから説明しなきゃいけないのね。改めて説明するのは難しそう。この世界に来る前に自分が作っていたお菓子で、あんこやお餅なんかが多く使われているんです。あ、油や乳製品はあまり使わないから、洋菓子と比べてヘルシーなものも多いですね。ヘルシーなお菓子、それは本当なの？覚えてます。はい、そうですけど。
中でも大丈夫ってことよね。これは何としても和菓子を作り上げなきゃ。チアちゃん、シャロちゃん、任せて、全面的に協力するわ。ありがとうございます。究極の和菓子を完成させましょう。さあ、これ解放条件はキャラクターをレベル100にしないと解放できないということで、チアはこれで終わり。です。このリアルクエストは、コミックガールズのカオ先生だが、カオ先生は1節は終わってますね。2節。こちらレベル100に行っております。それで今回の依頼の内容なんですけど、里で起こった出来事や流行、それからブームなんかを軽い感じの4コマにしてほしいんです。新聞に載ってる4コマみたいな感じかな。まあ、そんな新聞に載ってる4コマといえば、古くから老若男女に愛されるメジャーなもの。そんなもの私なんかが書いていいんでしょうか。いいんです。新聞のっていうのはよくわからないですけど、今回のテーマはクリエメイトから見たエトワリアです。カオス先生から見た里の流行を自由に書いてくれればいいんですよ。わかりました。そういうことならやってみます。ひとまずネームを。したの、カオスちゃん、固まっちゃって。書けません。別に今日締め切りってわけでもないので、アイディアはゆっくり考えていただければ。違います、私流行のこととか全然わからないので、全くアイディアが出てきません。エトワリアに来てから何度か町に遊びに行ったりしたよね。流行ってるものとか自然と目に入ってきたりしない？いえ、エトワリアの美しい少女たちを見るのに夢中で、そこまでは意識が。でしたら取材に行きましょう。取材費も編集長権限で出しますよ。ああ、キラーちゃんがミニコミ誌の編集長なんだ。はい、実は前に皆さんとコミックエトワリアを作った時に、ランプが編集長をやってたのが楽しそうで、私も何か作りたいなって。まあ、ランプがカンナさんに土下座したり、あの時はいろいろ大変でしたけど。なるほど、それじゃあみんなでいろいろ里を見て回ろう。そうですね、早速行きましょうか。あれ、取材に行くのは決定なんですか？当たり前じゃないですか。わからなかったら取材するしかありませんよ。でも流行の調査なんて、そんなキラキラしたこと。流行最先端のお店で私のようなものがダサオーラをばらまいてしまっては申し訳が。オーラ？大丈夫だって。ほら行こう。あばあ、なんでしょうこのおしゃれ空間は。間違いすぎて消えてなくなりそうです。あ、この服、こないだ来た時はなかったのに、新作かな。クリエメイトの皆さんが増えてきたので、いろんな文化が取り入れられているみたいですね。そうなんだ。あ、これかわいい。キララちゃん、着てみない？え、私こういうのはあんまり着たことなくて。絶対似合うって。ほら、あ、ちょっと小夢さん。結構長いなこれ。
でしょうか。ゼリフ。女の子がキラキラでふわふわで。私もこの服買おうかな。お揃いコーデしようよ、キララちゃん。それでクレープ食べに行こう。ハンズプロジェクト。クレープといえば、最近新しいメニューが出たって聞きましたよ。このままいつまでも眺めていたいです。あの、カオスさん。は、はい。何ですか。さっきから遠巻きに眺めてるのはどうしてですか。なんでだろうな。だってこんな美しい光景を私が怪我してしまうわけには。何言ってるの、カオスちゃん。カオスちゃんの取材なんだよ。近づくなんて無理です。そう、取材だったな。激しすぎて浄化されてしまいます。そんな大げさな。ほら、カオスさんも一緒に見ましょう。アバババババー、来た、アバババババー。ただいまー。あー、楽しかった。取材のはずだったのに楽しんじゃいました。私も楽しかったです。この感動を早速ネームに。その意気です、カオス先生。頑張ってください。ネームにね。はい、ということでこれも専用武器を3回進化させないと出ません。結構道は遠い。メモリアルクエスト、最後は桜トリックですね。高山遥はこれ進まないんで、そうだ、ユウ。お、早くも敵だ。魔物が。はるか、危ない。怪我とかしてない？うん、大丈夫だよ。ありがとう。それにしても本当に魔物多いね。倒してもキリがないよ。他のみんなも別の場所で戦ってるくらいだし、いっぱいいるんだろうね。そうだよね。強い魔物とか出てこないといいんだけど。心配しなくても大丈夫だよ。戦士の私がすぐに全部やっつけちゃうから、はるかのことも守ってあげるね。優しい。ゆうちゃん、キャー、頼もしい。うわっ、武器振り回さないで。私が守る必要なさそう。むっ、物音。魔物かも。はるか、下がって。誰なの。はあ、また待つのじゃ。あれ、その声。はあ、危なかったのじゃ。隅まで退治されるところじゃった。すみすみ先輩、どうしてここに。それはじゃな。じゃーん、二人に差し入れを持ってきたのじゃ。差し入れ、わーい。なんだろう。飴の詰め合わせじゃ。里の皆が魔物討伐が長引いて悪いからと珍しい飴をくれたのじゃ。珍しい飴。へえ、どんな味がするんですか。スミも今初めて開けるのじゃ。気になるの。なるほど。包み紙に書いてある説明を読めばわかるとは聞いてるのじゃ。私、抹茶味の飴がいいな。あるかな。あれ、どっ
かしたの？この飴、足が速くなる飴って書いてある。なんじゃそれは。こっちの飴には力が強くなる飴って、それから魔法が上手になる飴もあるよ。魔法が上手になる、おまじないか何か。ここはエトワリアだよ、ユウちゃん。舐めたら書かれた効果が現れるのかも。見た目は普通の飴だけど。ハム、それが本当なら里の皆はすごい飴をくれたみたいじゃな。食べてみればわかるか。あ、うん。あ、ユウちゃんってば、いきなり言った。ユウちゃん？ユウ、大丈夫か？この飴。お、意味深なところで。これもダメですね。レベル100をしないと進まない。ここはどうなんだろう。あ、もともとキャラを進化させないと。この辺もそうだし、チアはご覧の通りだし、これかな。なんかね、アズニャンは、アズニャンはもうやってるし、アンハピもそう。ヤナタも、ユルキャも、本当に全然ですね、まだ。これだけあるんですけど、クラフトクエストも解放されてないですよね。曜日クエストぐらいか。進化素材とか。奮闘努力、お手並み拝見。今は我慢の時だね。応援の力はすごいんです。どうだ、簡単に倒します。守りもしっかりしなきゃ。こんなことでよければ。必殺の一撃。本当に必殺の一撃になりましたね。やらせてもよかったかもね。長引きそうかな。無理しないでよ。長引かせます。ここから先は通行貸し借りなしだからね。私が助けるね。
ここで一発ぶちかますわ。何してるよ。メリーさんミサイル発射。すごいな。リベンジマッチはいつでも受けるわよ。なんか魔法使い属性を集めればすごいいいというのを聞きましたが、使いモーブだよな、当然。出撃。行ってくるです。必ず勝つ。お、今反対になってしまった。申し訳なかったです。自身の魔法攻撃は一旦自身だけか。気が落ちた。私は甘くないよ。皆さんのやる気をアップします。健康の敵。これでどうです。皆さんのやる気をアップします。ちょっと強めにいっちゃうよ。何するんですか。何するんですか。本当は全然魔法使い相手だった。ダメージ与えられない。それどこか。了解した。まずは最高取り必要なものは、会社とリーセット、シャバとケーキ、準備、お菓子の準備、準備、赤で提供するだけ。これはどうしたものか。自身のみ担当。いきます。アズニアマシグラ来た。アズニア。強い。ドラズママシグラ。行きます。アズニャー。倒した。あ、まだ始まったばっかりなのか。サポートする。本気の力見せてやるです。行きます。まあ2000。絶
大事ですね。くらえーです。私は甘くないよ。全然足を染みはしない。どうだ、甘いものパワー見せてあげる。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放って。それって、いきます。16000。サポートする。くらえーです。どうだ、絶対負けない。皆さんのやる気をアップします。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。これ一体になった。ちょっと強めにいっちゃうよ。サポートする。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。ちょっと強めにいっちゃうよ。したい。何するんですか。それ本気の力見せてやるです。いきます。あ、倒されない。スリルがありますね。時間はかけたくありません。絶対負けない。本気の力見せてやるです。いきます。残り2体、さらに皆さんお願いします。ダメージを食らう。少し待ってください。こうしてできました。そうだ、どうぞ。やりました。やりましたね。お疲れ様でした。最後はちょっと削られて回復もできなかったんですが、これいらないわけじゃない。というわけで魔法使いの修練場昇級もどうだ失うことなくクリアしました。私が頑張らなくちゃ。すみません。ありがとうです。とても助かりました。はい、というわけで、このメモリアルクエストを中心に、魔法使いの修練場も、行いました。非常に実りのある、戦いになったと思います。このペースでやっていきたいと思います。
もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。